いや、ついに完成ということで。はい、いや、まだ。あ、まだですか。まだちょっと、見せれる状態かわかんないですけど。あ、なるほど。新しい、そうですね。お店がね。はい、はい。ちょっと、どうでしょう。でも結構前のこの企画から時間経ってますもんね。ね。さあ、まず開くのでしょうか。変わってなければ開きます。おいと。あ、いいな。変えろよ。おぉ、あ、すごい。ちょっと電気つけてきます。はい、結構できてますね。いや、すごいっすね、はい、前からは想像できないぐらい、うん、壁が変わって、ね、ここがじゃあキャッシャーみたいな役割ですかね。そうです、入り口でね、まあそこもライトもついて。あ、なるほど。いや、いいっすね。おお、ここだけなんかちょっともうほぼ完成みたいな。そう、ここだけね。すごいかっこいいっすね。パッと見ないで、黒髪になりました。ここで。あ、すごい、もう店っすね。ね、しっかり防音もすごくて、確かに響かないっすね。ちょっとできてるね。全然見に来ないから。全然見に来ないから。リオさんの店なの。ああ、なるほど。おお、一つ一つで結構雰囲気違うんですね。うん、ここはどういうコンセプトの部屋ですか。忘れました。もう打ち合わせしたの半年も前だから。部屋分けしていっぱい入れるようにみたいなね。いや、いいっすね。じゃあ、赤だ、うんうん、広いっすね。そうやね、割とね、結構いろんな部屋があって。そうなんです。ビッグとかはあるんですか。あります。本当ですか。できてるのかな。絶対トイレ迷子になるよね。そうっすね。どうそうっすね、確かに。ほんまび。おお、えぐ、はい、いや、VIP えぐいっすね。なんか、雰囲気が。え、ここはもう黒白で。いや、すごい。なんていうの、そういうの、モダンっていうの。はい、うん、モダン。モダン、なんていうの、シック。なんていうんだっけ、そういうのって。黒白。モノクロ？なんかもう一個言い方。え、まあ、いいか。そうっすね。まあ、スーツがね、映えるような部屋ですね。そうっすね。いや、でもすごいいいっすね。だいぶできてますね。もうちょっとイメージ強いけどね。あ、どう、もっときらびやかな感じですか。もっとごっついのを入れたい。あ、うん、7、8割ぐらいですか。8割やな。あと、まあちょっと照明とソファーとテーブルと、うん、って感じですね。いや、このね、これがちょっと一つだね。あ、なるほど。そう、腰悪い人でも座れる。なるほどですね。女の子のことを無視したよ。ターゲットなんすか。腰悪い女見たことないよっていう。これはね、某キャバクラで見て。あ、某キャバクラで7年ぐらい前に見て、はいはいはい、おお、いいやん、ええやん、思って。え、はい、7年間温めたアイディアですか、これ。そうです。なる作りたくて。なるほど。いや、でもいいっすね、確かに。ありがたいかもしれない。そうね、これ結構も楽でさ。そうですね、多分オーラスで座ってちょっと腰痛くなっちゃう。確かにね。あ、そっか、じゃあいいか。オーラス前提だよな。そうそう、オーラス前提。そんな感じなんです。いや、いいっすね。ね、もうこれいくらでしたっけ。いろいろ諸経費込むと1億6000万。キャー、はい、内装費1億。うわ、ね、いや、もう嫌になるよ。いや、すげえ。大丈夫かと思っちゃって本当にね。いや、でもいいっすね。どうすか、なんかワクワクします、うん、新しいお店で。うん、はい。絶対してないじゃないですか。いやいや、やっぱこう、こっち側になると、うん、ワクワクもそれはもちろんあるんやけども、心配もあるよね、やっぱね。まあ、今のところはいいキャストもね、結構0から20人ぐらい集まってくれたんで、まあ、今のところは心配ないけど、まあ、ただ未経験が20人なんでね。確かに。教育は誰がやるんですか。はい、うおい、はい、また矢面に立ってね。いや、すごい、頑張ります。豪華ですね。なんか教えることあんのかなって、ね、あるっす、あるっす。頑張ります。じゃあ最初、リオさんはプレイヤーとしては最初やらないですね。もう全く。いや、もうちょっと、まあ、なんかそんなようなことをしようかなと思ってるけど。なるほど。ちょっと出つつ。うん、でも女の子が使った格以上にその子に使っちゃいそうだから。これ女の子チャンスチャンスや、頼む。チャンスです。ふざけやがって。これ多話題でね。あ、なるほど、うん、常設ですか。動かなかった。あれ、動かないんだ。あ、動く。なるほど、こういうタイプね。いや、でもいいっすね。いつでもシャンパンターンができるよ。そうなんです。いいプレッシャーで。うん、プレッシャーのね。プレッシャーで。はい。
そんな感じです。そうですね。じゃあちょっとまたオープンしてからも。そうですね。はい、一本入れて。ちょっと見たいんで。お願いします。はい。